災があったじゃないですか。でやっぱすごい考えたのは、あの人生って一回しかないし、いつまでもないでしょ。で俺たちこのメンバー4人でやった T ボランっていうのが、まあ、確かにそのそれぞれの音楽の可能性を広げるためっていう理由だけども、まあ一番大きかったのは俺が歌えないっていう、そこで止まることが意味がないから、ばらけることでできるやつは音楽活動やろうよっていうための解散だった。だから T ボランでやることがなくなったとか、やり尽くしたっていう終わり方じゃなかった。で十数年経って俺が声が戻った。だけどもその十数年を全く消しゴムで消してあそこにボンと戻るにはあまりにも長い時間が経ったから、その中で復活はソロという形が一番初めやすかった。まあそれいろんな声も聞こえてきましたよね。ティーボランはもう一回ないんですかっていう。震災のボランティアに行って、まあ、ファンの人たちとすごい身近なところで接触することも多くて、その中でもやっぱりいろいろ聞こえてきました。その中で自分自身もう一回このティーボランっていうキーワードをどうなんだろうっていうふうに考えるきっかけになりましたよね。できるかできないかまあどうでもいいじゃないか、やりたいのかやりたくないのかって、そこのまず本当のここにある気持ちを4人それぞれがもう一回確かめるべきだなと思ったんですよ。それは俺も含めてね。でまあ理由は言わずに、ちょっと3日時間ちょうだいっていうそれぞれのメンバーに、でそれが再会の誘い で山中湖のスタジオのあるコテージを借り切って、でそこでまあ3日間の時間を過ごす中で、それぞれが本当の意味でティーバランというものをどういうふうに考えて思ってるのか、今どうしたいのか、それに対してその答えを見つけようと思ったんですよ。思いが重なってこの4人であることの意味をそれぞれがもう一回再認識して、でこの4人の重なる音をもう一回ステージ上で出したいっていう。これもマックスを入っちゃう。懐かしい気持ちと、楽しみな気持ちが入り混じってすごくあの新鮮な感じもします。これはもう思い切っていきたいと思いますので。もう作ったなんだよお前真面目な答えで真面目じゃダメ。もう不可能だと思ってたもので、うん、それがまああの4人また集まりでできるっていうことはもう、まあ、人生において、なんていうのか、もう大転機であり、これが本当の自分のこう姿だっていうのをもう一度確認できたっていうか、すごく時間が空いてたわけですけど。まあ、音を出すまでは多少不安もあったんですよね。あの変わってんじゃないかなとか、でも出した瞬間にあ何も変わってねえな、でブランクも全然感じなかったし、まあやっぱ人前でやるのが楽しみだなって思いましたね。まあ、音を出した時に本当数時間でその最後のツアーの95年の3月が最後だったんですけど、その当時の音触りっていうか変わんないんですよね、そこがね。それがすごい不思議なのと、それがバンドじゃんみたいな当たり前のことをまたこう再確認したような、まあ、そんな気持ちですね。次はそのステージの上でもう一回ライブっていう、そのステージの上でこの4人で音を出した時に、まあ、どんな風に感動するのかなっていう、それがすごい楽しみで、その感動を本当に来てくれるみんなとまた共有できて、泣きそうになる自分に会いたいですよ泣かないよ泣かない青木泣いちゃうんだよ泣かないよお前だろあ、俺いやいや